ないの？いいじゃん、こんな時くらい。あ、けどここ、あ、今の、おお、やっぱり。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、来ました。聖女の魔力は万能です。いや、これで、ここな、無事に終わるの？順調に。そんな感じしないよね。どうも。なんか神聖な感じもするんだけど。え？何今のボコボコボコ。やばそうだね。あの下になんかあんのかな？なんか発生源的なものが。え？けどなんかいつもそんな発生源、関係なくあれだよね。祈って解決してきてたよね。やっぱあれじゃない？ちょっと勝手が違うことが起こるんじゃないかな。この後。またやばいモンスター出てきて、まあ、せいちゃんだけじゃなく、ホーク団長とかも活躍する流れ来るんじゃないかな。やっぱこの洞窟っていうところがね、洞窟ってか行動か。だからなんか、まあ、先週も言ったかもしれないけど、いやー、なんか、崖崩れみたいなね、転落して、せいーみたいなさ、なんかそういう展開をちょっと期待しちゃうというか、なんかありそうな気とかしちゃうんだけどね。行動でこの男の子と女の子、男の子って言い方失礼か。男性女性いたらね、やっぱそういうのがお決まりかなっていう。で、その中で、じゃああれはっていう。いや、これ温泉会来るの？いや、俺そこちょっと楽しみなんだけど。団長とかの入浴シーンとかさ、ちょっと見たいじゃん。終幕、あ、終わるわ。もう大丈夫か。いける、じゃあ何だったんだろうね。まあ、少しはやっぱ手こずんのかな。うん、いい感じだね。いい感じ、いい感じ。で、このまんま行ってほしいんだけどね。うん、大琴寺様。うん。あれがボスってことでいいのかな？うん。うん、めっちゃでかかったよ、あの、周りのあいつらと比べたら。いやー、どうなるの？うん。いや、そうね。いや、それがけど効かないってなったらやばいけどね。そんなん出てくるかな？うん。頼りにしてるよ。頼むよ。あー、これす、いやー、団長怪我とかもあり得るか。いや、いい、いいよ。いや、けど、助けられるかもね。まあ、張り切ってるから、その調子でお願いしますって感じだわ。いや、ちょっと、ホーク団長心配になってきたなぁ。せいちゃんピンチと見せかけて、そっちかな。もう気をつけて。てか、この行動にあいつ入ってこれんのか？大琴寺さんは。サイズ的に。え？なんだ？あ、コウモリかな？うん。うん。いやー、後輩ってことはやっぱ崩落もありえんじゃない。いや、いろんなこと考えちゃう。え？
生だけ？なんだろう。あ、臭いってことか。普通に。いやー、だから不敗臭なんだろうな。いやー、千葉もキョンが大量にいるからね。困っちゃうね。どうすんだろう、それ。あれ。いや、こんな駆除する人たちがいたら、聖様のパワーでなんとかなるよ。ちょっとすごかったな、今の。いやー、ほんと油断大敵だよ。あれ？ノリ的には、タイトルも。でもここでなんか、祈れないの？ダメ？ああ、風か。うわあ、どんな匂いなんだろうね。あ、くんかくんかだ。北団長の匂い。いやあ、これは最高。こんな時なのにもう見せつけてくれるね。くんくん。かわいいせいちゃん。いや、緊張感出てくるな、この音。ああ、やってるね。え？怖いから。あれ？結構大変そうだな。もうだってこの体の汚れ見てもね。じゃあもう行くっきゃないね。あ、回復。ああ、エリアヒール。いやけどみんなのことはあれなんだろうな。もう2回。え、これ、いや、これエリアヒール使っちゃうのがまずい。あとあとちょっと大変なことになる。体力的に。いや、けど。まあ最善な判断だと思うけどね。これでみんなもまた頑張ってくれればさ、元気になって。ね、どんな感覚なのかな？こういうのってさ、味わってみたい。なんだ、いや、顔出しみたいになっちゃった。あ、いるじゃん、大小鳥さん。そういう風に出てくるわけか。無限増殖か。実験。なんだ。浄化。ほう。ああ。そうか、そっちに回っちゃったのね。これ、ちょっと待って、ドレベスがやばいか。大丈夫かな？やっぱ炎であれなのかな？浄化って言ったけど。
ホーリー野郎。おう。え、これなら、いけない？あー。無理か。てへみたいな感じ？やっぱりね。じゃあもう、せいちゃんが。いやー、けど、せいでもいけるかだね。なんか、いつもと違う感じって。だけど、この流れでいけばもうあれだもんね。普通なら終わるもんね。終わる？あ、ああ！聞くじゃん！ってことは？こっちも？あれ？なんもなかった。なんもなかったよ。あ、よかった。あ、これ温泉街あるぞ。おー、じゃあこれで最後だ。おー。いや、もう、ちょっと勝手にすごい気もんじゃったよ。うん。いや、これ見れるとね、ちょっとあれだよね。自分たちの村とか帰った時自慢話できそうだよね。ああ、もう全部終わっちゃったらね、使う機会もないだろうしね。うん。やめてね。もうそういうのいらないから。いや、くんじゃねえ、これ。え、え？なんだ？終わったんじゃないの？いやー、そしてやっぱり、崩落じゃないけど。あー。あー、もう、ま、やっぱあった。え、そんな静かに落ちてきます、スエちゃん。声も出さず。ええー。いや、やばいね。スエちゃん。一人じゃん。てか、落ちたと、あれ、怪我とか大丈夫なのか。まあ、生きてはいるよね、当然。ああ、それくらいか。あ、登れないかなってこと。あ、で、行く道もあるのか、一応。いや、これ行った先大丈夫か？だから、むしろこっち本命なんじゃね？行った先。あ、よかったなって。生き返る。いや、結構すごい落ち着いてるなぁ。いや、俺無理だ。こんなところ一人とか、俺もう怖いよ。行動とか狭いところ。これどうしたらいいんだろうね。降りれるのかな？うん。うん。なんで？まさか。なんだ？なんか分かってる？え、なになになに？推測聞かせてー！そこを。いやー、団長心配だろうなー。いやー、悔しいだろうねー。落としちゃったのが。え、これでなんかあったらもう立ち直れないね。まあ大丈夫だろうけど。いや、下手にそう動かない方が良かったんじゃないこれ。ここで行った先になんかいたらさ。もらえるよ。大丈夫だよ。いや、けど不安にはなるわな。この状況。この光が出せなかったら、もうパニックだよ。
いいんだよ、それで助け合って。自分ができることしてれば。いやいや、なんでそこなんだよ。もう、俺の真面目なコメント返してくれ。結局お腹減るんならまだ余裕あるな。あ、なんだ、せいちゃんが。あ、団長の方か。うん。むしろこっちがあっちゃうかな、せいちゃんなしで敵に。そして結構大変なことにならない？あ、やばそうな気がする。あ、風？おう。あ、こっちも。あ、合流するかな。で、そこにボスドーンみたいな。いや、声聞こえないかな。ダメか。あ、ああ、聞こえた。ああ、じゃあ、もう大丈夫だ。そんな遠くない。あとは入り組んでなければ。ああ、よかったー。会えたよー。ないの？いいじゃん、こんな時くらい。あ、あ、けど、ここ、あ、今の、おほほほ、やっぱり。いやー、切れずれの音したもんね。いや、心配だったんだね。お腹減ったとか言ってましたよ、この人。ね、チクるわけじゃないけど。見ちゃいけないもの。おい、茶化すな。いや、けど心配してくれてたんだろうな。うん。いや、で、ここなんかあるんじゃないの？あ、いや、またやった方がいいんじゃない？けど、もう一回ってそうか。大丈夫かな？いや、けど、なんとかやんないとあれだよね、これ多分。え？変えるか？あの足は。なんだ？え？やばそうだね。ん？何が出たの？みんな隠れてる。え、なんだろう？あ、竜！てかドラゴン！え、これはやばくないか？いや、ラスボスやん。いやー、最後の最後に来たね、すごいの。おお。うん。いや、接近戦とかやれるの？あ、毒？いや、近寄れないじゃん。いや、もう、あ、氷の壁で、いや、けど、炎に炎は。あ、おお、使えたね。あ、使う機会があった。あ、よかったよかった。これ効くだろ。おおおお。うん。あ、大丈夫？あ、あ、びっくりした。あ、いやーもうけど、せいちゃんやるっきゃないんじゃない？あぶねえ！あぶねえ！え、え？狙ってくる気？え？やばい！やばい！やばいぞ！わわ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 ！あ、ああ！わははここで髪飾りが、ああ、ついに発動。あ、しててよかった。うん。え、効くよね。
いや、てか発動するよね。え、やばそう、団長、持つか？あ、効いとる、効いとる。よし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 。あ、ああ。いや、団長を怪我するとか嫌だよ。まあ、生がいれば、お？え？ああ、ナイスです。いい援護。な、もう大丈夫か。うん。ああ。わーお。これはいけるもん。やっちゃおうやっちゃおうぜ。ああ、よかったー。いや、ちょっと焦った。あ、え？大丈夫？いや、ちょっと言ってたら、平気なの？な、ぼーっとしてるけど。あ、せいちゃんのか？え？ごめん、ちゃんと見えてなかった、俺。あ、こっちが先にあれか。よし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 。あー、聞いてるね。あー、よかったー。あ、これで終わりだよね、今度こそ。うん、この音は平気だわ。浄化されたね。ああうわぁ、ハラハラしたー。いや、この作品でここまでハラハラするの珍しいからね。いつも安心して見ていられるというか、こういう展開もないじゃん、バトルとか。やっぱもう、あったね。もう読み通りというか。考えてたいくつかのシナリオが複数、まあ、絡んできたというかさ、もう落ちるっていうのと、このせいっていう感じとね。いや、本命もいるっていう。いや、けどこれでもう完全に、まあ、この国での、その、あれは終わったんだよね。まあ、あくまでもけど、この国ってことなんだろうね。多分僕の理解が正しければ、まだまだこの世界の他の外の国にはこういう現象とか同じようなものかわかんないけど何かしらはあって、そういう外に目を向けていくとかにもなるのかなぁ。せいちゃんは、こっから。で、これで作品が終わらないんだとしたら、まあそういうことか。まあ、あとはものづくり。ものづくりっていうか薬とかかなぁ。いや、あとあれだ。結婚だ。ああ、良いよ。そういうことじゃない。これ、ホーク団長と結婚して終わるんじゃないの？今シーズン、まだ残りあるし。あ、え？あ、シパートだ。あ、もう大丈夫なんだね、これは。だから。いや、これあれじゃん。他の作品であれだけど、こう、ね、あるキャラクターをこう、ここにさ、乗っけて、こう、刺してさ。いやー、もう、木は熟したでしょう、この二人の。いやー、緑がすごい綺麗に。いやー、髪飾り、マジで。いいね、なんかちょっと。少年っぽさもあるような、いい笑顔。あー、終わっちゃった。はい、というわけで、ここからね、ハッピーエンドの、まあ、多分、ストーリーが始まると思うんで、そこら辺をね、来週からちょっと楽しみにしておきましょう。では、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また、どうも、高評価、チャンネル登録もなる方はね、いいですよね、登録していただいて、引き続き楽しんでみてください。以上、動画をお届けしました。バイバイ。